い、今日もクーテンチャンネル始めたいと思います。今回は前回取ってきたこの木ですね、木のちょっと分解をしていきたいと思いますので、それではやっていきましょう。それではクーテンと一緒にやっていきたいと思います。ちょっとね、多分いろんな虫がいるはずなんで、うわ、ムカデがいた。じゃあできるよ、やっぱできるよ。やばいです。最初にまずムカデがいました。とりあえずちょっと手でできる限りやってみましょう。あ、なんかあれがいるよ、ほら、カタツムリみたいな。これなんだっけ、カタツムリの縦巻きカタツムリみたいな。でも生きてるんだよね。うわっ、種虫、うわ、いた、ムカデ、ムカデいました。絶対ムカデ来るんだよ。これちょっと気持ち悪い。ムカデとハサミムシ、これはちょっと気持ち悪いです。絶対にできないよね。回ってくるかもね。回ってる、でも上がってないよ。結構パキパキいくね。絶対。何がいた、何がいた何もいなかった。おい、何人かいるんだよ。またいた、ムカデだ。さっき巻き戻されてるの。巻き戻されてるよ。いいじゃん。なんかガラビの可能性があった。本当です。僕出してみたね。あ、いたいたいた。お、でかっ、でかっ。このハサミ虫見えるかな。こんなでっかいハサミが母さんっぽい。ん？なあ、いた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 。なんか出たの。ここに見えるかな。見えてるかもわからない。こうやってクワガタいましたね。でも多分疲れてきた。もう？はい。ちっちゃい子が1匹いました。なんかいる。あ、ハサミムシかも。今見えたの、あそこに見えた。いた、来た来た来た。ムカデ、うん、そうじゃない、うん、疲れたよ、ガチで。いや、キウイ、キウイ、うわ、あ、いた。っていうか、クワガタがいた。チビクワガタ、テクテン、テクテン。ゆっくりして、今やっぱり、いたんですかね。見えてる、これ、クウト。うん、いてるもん。これだよね。黒いやつ、いてるもん、さっき。いました、成虫です。これ、ちょっと、何？クワガタだ。メスです、これ。大丈夫だね。ほら、クワガタ取っていい？いいよ。ちょっとクワガタ持ってくれてます。あ、よし。何それ？はい、コクワ、メスいました。見てた方がいいんだろう。女の子やね、女の子。メスですね。男の子とかでも欲しい。あ、男の子欲しいね。欲しい。うわ、でかっ。何このダンゴムシ。見てる。すっ
げーでげーだもんしゅーちゃん。そんなもんしゅーだわ。こんなでげーの。あ、出て。気持ち悪いわ。気持ちっぽいね、今。だ。これ赤ちゃんだよ、ほとんど。見えないな。いました、幼虫、ここに。ここだ。ここ。ここにいます。そして今、木に当たると思った。あ、できた。何が？ごめんね、ちょっと。ちっちゃいな。幼虫2匹。なんか、テカテカしてんだけど、上が。あ、いた。幼虫。あ、ここにいたの、いいの。ここいるわ、これと。見えるかな。ここに大きいのと、ここにちっちゃいの。今、羽生えてる気がする。何の幼虫？ここにも幼虫。できた。すごい、木の道こんなですよ、掘ったら。こんなに道がある、木の。これ、いるか。脱走しちゃったか。逃げちゃったってこと。そう。見てよ、こんなにね。え、疲れるよね、こんなに木があって。大丈夫？いたいた。だから潜っちゃった。サメ怖いと出ました。なんでサメ怖いの？サメ怖いね。ないよ。ちょっと可愛いね。キリがいるか。はい、そう、ここに落ちてきた。あ、でかいのいた。葉っぱも好き？今いましたよ。クワガタって葉っぱ好き？いや、棒は棒よ。ここに、でけえのいた。こういう棒は？見えた。今日は、この辺でちょっと一回やめますか。ね、うん、またちょっと。ただやる。もう、またやったほうがいい。ちょっと次。後編だね。ちょっともうちょっと、6月ぐらいにやろうか。ちょっと木が硬くて。疲れたよ。疲れちゃうな。いいマットだよ、ほら。ちょっと前編はこれで終わりで、ちょっとまた暑く、夏になってきたら、改めてやりますか。ちょっと練習も、今回、ね。とりあえず、ね、終わります。ハサミムシが 10匹ぐらいで、ムカデもいっぱい取れたから嫌だね。今日はもうちょっと時間が来てしまったので、また後半でやりましょう。もうちょっと日にちが経ったらね、やりましょう。こんなにいい昆虫マット、まだ全然立ってないよね。もうね、ちょっとまだ前回の後で、1ヶ月後ぐらいにまたやりましょう。疲れた。じゃあ、バイバーイ。